どうもさんです。今回なんですけども、こちら、シャオミの Redmi 90という、2月に発売されたばかりの最新の、シャオミの中ではエントリークラスの、スマートフォンですね。まあ、俗に言う格安スマホって言われる、分類のものだと思うんですけども、これ本当に値段が安くて、今 Amazon でだいたい1万7000円ちょっととか、まあ、そのぐらいで販売されているものなんですよね。こちら、シャオミさんから、サンプルを送っていただきましたので、この動画の中で、詳しくレビューしていきたいなと思います。はい、じゃあ早速こちら開封していきましょうか。私さっさんもですね、格安スマホって実はあんまり、触ったことがないので、まあ、最近の格安スマホがどのぐらい進化しているのかっていうのが楽しみですね。カラーは2色で、カーボングレーとオーシャングリーンの2つがあるんですけど、今回はオーシャングリーンを送ってもらいました。はい、じゃあ早速中見ていきましょう。いきます。よいしょ。来ました。来ましたっていうか、まだなんか説明書みたいなやつだ。じゃあこの下いきます。よいしょ。おー、久しぶりのなんかアンドロイドって感じですね。あ、結構グリーンだな。なんかパッケージ見るとね、青っぽいのかなと思ったんですけど、まあ、結構緑って感じ。エメラルドグリーンみたいな感じか。はい、こんな感じなんですけども、どうでしょう。これカメラでね、伝わるかわかりませんけど、背面はですね、まあ、ちょっとなんだろう、ザラザラ加工みたいな、そういう感じになってて、わかります？これ指紋がね、全然目立たない。これ結構メリットかもしんない。よくね、テカテカしてる素材のスマホって、まあ、ちょっと触るだけでね、汚くなっちゃうじゃないですか。まあ、それをね、予防するためにケースつけるとかっていうのもあると思うんですけど、これはですね、もう全然ケースなしでも、指紋とかつかないですね。はい、そしてディスプレイは 6.53 インチの、フル HD プラスですね。まあ、1080p の、ディスプレイになっております。そしてですね、外装詳しく見ていきたいんですけども、まず本体の右側、多分これが電源ボタンで、その上がね、音量調整ボタンですかね。で、上にヘッドホンジャックがありますね。これスピーカーなのかな？で、左側が SIM カードスロットとマイクロ SD のスロットになってます。はい、そして本体の、下部なんですけども、充電ポート、これはもちろん USB Type C ですね。あとはスピーカーとマイクなのかな、まあ、こんな感じになっております。はい、そして付属品がですね、こちら充電用のアダプタと、ケーブルが付いております。これはですね、急速充電に対応した、22W で、充電できるタイプのアダプタですね。はい、それじゃあ早速電源入れてみましょう。お、来ました。 Redmi の文字が付いております。はい、じゃあセットアップなんですけど、もちろんね、日本語にも対応しております。はい、今セットアップだいぶ進んだんですけど、これね、端末のロックは指紋とあと顔認証どっちもね対応してるらしいです。とりあえず指紋でやってみましょうか。あ、指紋登録来ましたね。じゃあやってみます。はい、はい、登録できました。どのぐらいの精度なんだろうこれ。お、セットアップ終わりました。ホーム画面こんな感じですね。まあ、アプリ入れてみないとわかんないけどね、動きはかなりスムーズに感じるな、今のところね。もちろん後でいろんなアプリ試したいなと思うんですけども、その前にこの Redmi 90の仕様について、簡単に説明すると、まずディスプレイはですね、先ほども言った通り 6.53 インチのフル HD プラス、本体重量が 198g ですね。まあ、198ってね、ちょっと重いじゃんっていう風に思うかもしれませんけど、結構ね、本体の画面がね、本当に大きいので、まあ、そのぐらいは普通なのかなという風に、思います。で、これが 64GB ですね。まあ、最近のミドルレンジ以上のスマホって、まあ、もうちょっとね、容量大きいものっていうのが、まあ、普通かなと思うんですけど、こちらはね、さっきも言った通りエントリークラスで、値段がですね、1万7000とかそのぐらいのものなので、まあ、それはしょうがないかなと思います。ただマイクロ SD に対応してて、512GB までのものをね、入れることができるので、例えば画像とか、動画はそっちに保存するとか、まあ、そういった使い分けをしてもいいのかなとは思います。はい、じゃあまず試してみたいのが端末のね、ロック解除ですね。さっきここにね、指紋認証を登録したので、ちゃんとね、認識してくれるかとか、まあどのぐらいのね、時間で画面がつくかとかやってみましょうか。はい。おお、全然早い。もう一回いきますね。おお、いい感じ。一瞬しか押してないんですけど、まあちゃんとね、認識されてますね。うん、いいんじゃないこれ。じゃあ最後もう一回。はい、いやー、いいぞこれ。結構快適そうだな、指紋は。これ顔認証もね、ちょっとやってみたいな。これか。あ、顔認証ありますね。今オフになってますけど、これやってみたいと思います。顔データ追加出てきた。ちょっとやってみよう。
お、追加された。え、早いな、なんかすぐ追加された。で、これを使うには画面を一回消して、これね、押さずに使えるのかな。ちょっとね、このまま顔に向けてみますね。あ、それはできないのか。じゃあ指紋登録してない指でね、一回画面をオンにしてから向ける。お、できたかな。早い。これこっちのカメラに映るようにやってみますね。いきます。はいはい、これでもう OK。すげえ。上のとこにね、顔認識マークみたいなやつが出て、それがね、チェックに変わると OK っていうことらしいので、もう一回ね試してみます。いきます。はい、もうすぐねチェックマークに変わりますね。すごい、顔認識めっちゃ早い。はい、続いてなんですけども、こちらアンツツインストールしたので、ベンチマーク測ってみたいと思います。いきます。はい、見た感じですね、すごい滑らかに動いてるっていう感じではないかな。ただもうめっちゃカクカクっていう感じでもないですね。これ後でね、実際ゲームも、やってみて、どのぐらい快適に動くのかっていうのもね、試してみたいなと思います。はい、アンツツのスコア出ました。 Redmi 90183883ということですね。 CPU 68845、 GPU 33066、 メモリ43992、 UX 37980ということで、まあどういうもんなんだろうな、格安スマホってあんまり、使ったことがないので何とも言えないんですけども、まあ今のところの動作、アプリ入れたりとか、まあホーム画面いじってみてる感じではね、全然動作のもっさり感とかは感じないですね。はい、じゃあ続いて実際のゲームでどういった挙動なのかっていうのを、やってみたいなと思います。まずは Android 版のマイクラですね。はい、新しいワールドできました。お、まあ結構普通に動いてんじゃない。これ感度がね合わないな、ちょっとデフォルトの感度こんな感じなのか。マイクラってなんかいきなり村みたいなとこに出てきたぞ俺。あ、なんか普通だね。全然ヌルヌル動くよ。ちょっとこの豚討伐してみよう。やばい。やばい。アンドロイド版マイクラの操作が難しすぎる。どうやってパンツするんだこいつに。あ、これこうか。こいつを直でタップするのか。よし、倒したぞ。あ、普通にね、ヌルヌル動いてますね、これ。マイクラはね、全然問題なくできるね。まあ、ただね、これ、動物の数とかが増えたりすると、このワールド自体が重くなってですね、スマホにかかる負荷が、まあ、でかくなる可能性っていうのはあるんですけど、今のところね、すごい快適。もう全然ね、カクつきとかないです。まあ、動画でね、ちょっと伝わりにくいかもしれませんけども、やってる感じは、もう全くストレスなく動いてると言っていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてコールオブデューティーモバイル、やっていきましょう。はい、始まったんですけど、お、全然普通に動くんだけど。っていうかね、このゲームの操作が単純にむずい。このゲームの操作がむずすぎる。どうやって撃つんだこれ。あ、離せば撃つってこと。外したー。オッケー。いいね。これチュートリアルだからとかある？これ一回ね、普通に試合入ってみましょうか。これマッチングすんのかな、そもそも。はい、じゃあやっていきましょう。これボットかもな、相手。一試合目だから。ボットかも知らんけど。まあ、負荷的にはね、普通のマルチと変わんないでしょ。やばい、もういる。OK。いやー、めっちゃむずい。めっちゃむずい。OK。いいね。どこ行った？やばい、ナイス。あ、味方だ。あ、敵いる、敵いる。なんだこれ。おお、勝ったーこれ絶対あれだろ、ボットだろこれ。まあ、本当に軽くですね、マイクラとコールオブデューティーモバイル、やってみた感じはですね、もう全然ね、ぬるぬるっていう感じ、ちょっとね、予想外すぎて驚いてます。1万7000円ぐらいなんで、まあ、ちょっとね、カクつくかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、その2つのアプリで試したところでは、全然ね、快適ですね。はい、じゃあ次なんですけど、YouTube アプリ、快適に動くのかっていうのをね、見てみたいと思います。こうやってね、動画選んでる感じは、もうめちゃくちゃ、ぬるぬる、サクサク動いてるっていう感じ、カクつきとか一切ないですね。じゃあなんか動画再生してみましょうか。はい、全画面にしてみたんですけども、画質はですね、1080p の、モニターっていうかディスプレイなんですけども、まあかなりね、綺麗に映ってるかな。で、早送りとかしてみますね。はい、普通に、全然問題ないな。
うん、特に問題ないな。でちょっと、前の画面に戻ってみましょうか。おお、全然ねキビキビ動いてくれるな。YouTube のアプリ、まあもちろんね、ゲームとかよりも YouTube の方が軽いと思うんでね、まあ、問題ないと思いますけど、もう全然ね、サクサク動作してくれてます。はい、じゃあ次はですね Google Chrome の動作、これを見てみたいと思います。じゃあとりあえずシャオミと、検索してみました。はい、するとこんな感じなんですけども、 Amazon のシャオミのとこ開いてみようか。はい、こんな感じ。あ、今セールやってるな。動画撮影日がですね、今 Amazon セールやってる時なんですけども、これ Amazon セールの対象だったのか。15,700 円とかだったら安いね。これですね、今回レビューしてるやつが。ページの読み込みとかもね、早いね。うん。で、さっき触ってて気づいたんですけど、この左下の四角、これをタップしてですね、左上画面分割。これをやると、こうやって、2画面にできるみたいです。こうか。はい、できました。こんな感じでですね、2画面にしても快適に動いてほしいな、これ。さっきの動画をね、また再生して、で、それで、こっちのね、まあ、Amazon を普通に快適に操作できればいいんですけど、まあ、全然問題ないか。そんな重くないよね。YouTube とブラウザー使うぐらいだったら、うん、普通に動いてる感じですね。はい、それではこちら Redmi 90のカメラもね、試していきたいなと思います。これ格安スマホなんですけど、なんと4眼なんですよ。これ結構すごくないですか。メインのレンズが4800万画素、そして超広角800万画素、200万画素のマクロレンズと200万画素の深度センサー、合計で、まあ、4眼となってるそうです。でフロントはですね、800万画素だそうです。はい、純正のカメラアプリ開いてみました。まずこれが写真ですね。今1倍って書いてるのがメインのレンズなんですかね。左をタップすると 0.6 倍超広角になって、2倍っていうのは多分ね、デジタルズームなのかな、メインレンズの。左上が、フラッシュ、あと HDR も使えて、で真ん中の AI っていうのは多分ね、これ撮影した後にソフトウェア処理で、まあ、画像綺麗にしたりとかそういうことだと思います。これ有効無効切り替えたりとか、あと星のマークでエフェクトっていうかフィルターですね、まあ色味をね、ちょっと変更したりとか、あとはビューティーっていうのが、まあ多分ね、肌を綺麗に見せてくれるっていう効果だと思うので、まあよく自撮りする女性の方とかには便利な機能かなと思います。で、一番右、これがですね、まあ画像サイズの変更だったりとか、セルフタイマーとか、まあそんな感じ、グリッド線を表示とか、まあそういう機能もありますね。そしてビデオなんですけども、これも超広角カメラにしたりとか、2倍のカメラにしたりとかできますね。フラッシュとかフィルター、あとビューティー機能とかで、これが設定で、動画はですね 720p の 30fps か、1080p の 30fps、この2択になってますね。残念ながら 1080p60 とか、まあ、4K の撮影っていうのは対応してないみたいです。フロントはですね、ちなみに1080、あ、一応撮れるのか、4K は撮れないけどフロントもね、1080p の30は撮れると。このプロっていうモードにすると、もう完全にね、ホワイトバランスとか、F 値、シャッタースピード、ISO とか、まあそういうのをね、決められるみたいですね。あ、レンズもね、ここで設定できるみたい。それ以外にも、ポートレートとか、あとこのモッドっていうのをやるとですね、タイムラプス、スローモーションとか、まあ、パノラマ撮影とか、いろいろ使えるみたいですね。結構高機能だと思います。じゃあ実際にこの Redmi 90のカメラを使ってね、いろいろ撮影してみたいなと思います。
はい、ということでこの Redmi 90で撮影した画像を、見ていただいたと思うんですけど、最後にね、動画のテストということで、まあ、自撮りに使った場合どんな感じで映るのかっていうのを試して終わりにしたいなと思います。今ですねこの Redmi 90の内側カメラ、フロントカメラで、撮影しております。設定がですね、多分これ 1080p の、まあ、30fps、30fps までしか対応してないので動画は、なのでこれで撮ってるんですけども、どんな感じの映りになってますでしょうか。今ですねスマホ本体に映ってる、まあ、映像を見る感じではですね、まあ割と、綺麗というか全然悪くないように見えるんですけど、まあ、ちょっと照明当たってね、こっち側白飛び気味になってるかな。普段ね YouTube 撮影してるのと全く同じ照明で、まあ明るくしてるとか、特にないんですけども、するとこんな感じですね。これが内側カメラでございます。はい、続いてこちらアウトカメラの、メインのレンズになってるんじゃないかなと思うんですけど、こちらどうでしょうか。設定は同じく 1080p の 30fps になってるはずです。色とかねどんな感じだろう、今ね、モニター確認できてない状態なんですけども、後でね詳しく見てみたいんですがどうでしょうか。さっきの白飛びとかね、まあ、どうなってるんだろう。あと若干色味とかもね違うかもしれませんね。それとさっき言い忘れたんですけど、今音声はですねこの Redmi 90の、内蔵マイクで、拾ってるんですけども、音声はまあ、どんな感じで、収録できてますでしょうか。はい、ということでこちらが、Redmi 90のアウトカメラのメインのね、レンズで撮影した映像でございます。はい、そしてこちらが Redmi 90のアウトカメラ、超広角、レンズを使って撮ってるんですけども、さっきとね自分が座ってる位置とか、スマホを設置してる位置っていうのはまあ、ほとんど同じ、ちょっとね設定でスマホを操作したのでちょっとだけずれてるかもしれないんですけど、まあ、大体ね、同じ位置に設置してまた撮影してます。どのぐらいの画角の違いがありますでしょうか。まあ、これもですね今全然確認できてない状態なので、後でね実際自分でも確認してみたいと思います。これがRedmi 90の超広角カメラで撮影した映像でございました。はい、というわけでこちら Xiaomi の Redmi 90開封してから、2日間ぐらいね、使ってみたんですけども、私さすがはですね普段このスマホを使ってゲームっていうのはやらないので、まあそれ以外ですね、例えば SNS とかブラウジング、あと動画見たりとか、そういった普段使いにまあ2日間使ってみました。で、動画の前半部分でですね、操作に関して全くストレスなく、ぬるぬるサクサク動いてくれてるっていう風に言ったんですけど、まあ実際ね、長い時間使ってみると、まあ完全にねもうストレスなく動くっていう感じではなくて、まあ、たまにですね、カクつきとか、あとは文字入力の際のもたつきとか、やっぱりそういう場面もありました。そしてカメラに関してなんですけど、まあ、写真に関してはね、結構写りが良かったんですが、動画については、まあ、対応してるのが 1080p の、30fps まで、そして写りに関してもちょっとねのっぺりした感じですね。まあ、動画の音声はね、普通に綺麗で、全然ね YouTube とかの音声としても使えるぐらいだなと思ったんですけども、はい、という感じだったので、ミドルレンジ以上のスマホとね全く同じ機能だったり全く同じ使い心地を想定するのはちょっと違うなというふうに思ったんですけど、まあ、だとしてもねこれ 17,000 円とかそんぐらいなんですよね。そう考えるとね、まあ、素直にすごいと思います。めちゃくちゃね本当にコスパは高いなと思いました。さっきも言った通り操作しててたまにね、カクつく場面もたつく場面っていうのはあるにはあるんですけども、ライトな使い方しかしない方にとってはねもう本当にそのぐらいしか欠点ないんじゃないかっていう感じで、例えばですね10万円以上するスマホと比べた時に本当にその8万円分の機能の差とか、快適さに差があるのかというと、まあ、そこはですね個人的にはないんじゃないかなというふうにぶっちゃけ思うんですよ。もちろん動画を 4K で撮りたいとか、少しでも快適に動作してほしいっていう方にはね、合わない場合もあるかもしれませんけども、まあ、ブラウジングとか、音楽聞いたり動画見たりとか、SNS やったりそういった使い方であればですね、まあ、全然ありなんじゃないかなというふうに思います。最近は月1ギガまで無料で使える格安 SIM とかも出てきてるので、まあ、メインじゃなくて、サブ機とか、そういった使い方でもありだと思います。こちら Xiaomi の Redmi 90、動画の概要欄にリンク載せておきますので気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回は以上でございます。この動画もしよろしければグッドボタン、それとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。